バトルギア4チューンドプロフェッショナル筐体。バトルギア4は2005年6月に台頭よりリリースされたアーケードカーレースゲームである。バトルギアシリーズとしては第4作目、前作サイドバイサイドシリーズから数えると6作目となる。2006年11月28日からは登場車種やコースを増やし、ゲームシステムや筐体の設備などを改良した。 バトルギア4チューンドが稼働を開始した。バトルギア4チューンドがバトルギアの最終作となることを当時のカタログで発表している。なお、過去作とは違い家庭用ゲーム機には移植されていない。バトルギア4の筐体はスタンダード筐体のみ、バトルギア4チューンドの筐体はスタンダード筐体とプロフェッショナル筐体の2種類が存在する。両筐体ともタイトタイプ。 X プラスを採用しており、音声システムも 5.1CH サラウンドシステムを採用している。実写をイメージした筐体にはロールバーがあしらわれているのが特徴である。スタンダード筐体では、モニター右横、プロフェッショナル筐体では、コイン返却口横にキーベンダーが配置されているが、コイン投入口は、ゲームプレイ用とキー購入用とで分かれているため、注意が必要である。 スタンダード筐体のコックピット部分は位置調節が可能なシート、フィードバック付きステアリング、アクセルペダル、ブレーキペダル、シフトレバー、サイドブレーキレバー、スタートボタン、視点切り替えボタン、ハザードボタンおよびキー差し込み口という前作の装備に加え、左のシフトレバーの奥にオーバーテイクスイッチが追加されている。このスイッチはノーマルカーでは機能せず、 エンジンのチューニングレベルが3以上であるか、セッティングセレクト画面でチューンドもしくは特別使用者を選択することにより使用可能になる。このスイッチを謳歌すると、自然吸気エンジンでは、ナイトラスシステム、ターボエンジンでは、スクランブルブーストとして使用でき、一定時間エンジンの出力が上がる。プロフェッショナル筐体は前日のスタンダード筐体と比較して、クラッチペダルの追加。 六速 H パターンシフトレバーの採用、ステアリングのロックとロックの増大、サイドブレーキレバーの位置変更、画面およびスピーカーの大型化などの改良が施されている。クラッチ、H パターンシフトの採用により実写さながらのシフトチェンジを楽しめるようになった。また、画質もスタンダードよりも良い。しかし、筐体本体の価格が極めて高価なため、 稼働当初において全国規模で数えてもわずか数十台ほどしか稼働していなかった。しかしその一方で海外市場に多数輸出されていることから実質海外向けに製造された筐体とも言える。今作も前作バトルギア3同様ネットワークエントリーシステムニージズを通じて全国のプレイヤーとタイムを競い合うことができる。バトルギア4では ニージズのユーザー認証にネットエントリーキーと呼ばれる実車のイグニッションキーを模したドングルを使用する。ネットエントリーキーの価格は店舗にもよるが通常500円で筐体に設置されたキーベンダーで購入できる。今作からはエントリーキーを使用してプレイするごとに成績に応じて BG というポイントが付与され、この BG を対価とすることで車のチューニングができた。 その内容はエンジンスワップ、サスペンションの調整などもできるといった本格的な仕様である。稼働開始以来、オンライン対応のアーケードゲームとしては、異例の13年9ヶ月という長期にわたってサービスが提供されていたが、2019年3月31日23時59分をもってすべてのオンラインサービスを終了した。これに伴い、ネットエントリーキーを使用した。 ゲームプレイが行えなくなり、各種ランキングの自動申請もできなくなったほか、b g 4が0時のサービス及び、稼働店舗情報の公開も同時に終了した。なお、ゲームのオフライン部分は、同年4月1日以降も引き続き利用可能である。本作のサービス終了と同時に、17年間使用されてきた、ネットワークエントリーシステムニージズも、役目を終え、 後継となるネスカライブに完全移行する形となった。2006年12月現在以下の30車種が使用可能である。これらの車種は排気量、馬力、トルク、車重等から導き出された走行性能によりクラス分けされている。チューンドのみで使用可能な車種には印を特別使用者が存在するものには印を付した。また、チューニングで コンプリートエンジンが選べる車種は任意を表記した。本作ではシリーズ初となる輸入車も設定されているが、その反面無印4の地点では、前作にて人気のあった車種が多数削除され全使用可能車種は大幅にダウン。三菱とスバルに関してはチューンで、復活車種が追加されるまではわずか1から2車種しか選択できない。A T クラスをチューニングすることによって S クラスにすることが可能。チューンドクラスとしてタイムアタックやドリフトモードを行うことができる。またエントリーキーなしのプレイでもセッティングでノーマル以外を選択すると S クラス扱いとなる。ノーマル状態で270から280馬力の車はほとんどこのクラスに入る。K8 車子ノーマル状態で200から255馬力の 車。K9 車種ノーマルで130から180馬力の車。K8 車種ノーマルで80から115馬力の車。K5 車種印の車種は、セッティングセレクトで特別使用車を選択することで、専用カラーリング、専用セッティングのチューンドカーとして使用できる。走行性能は、標準車のそれとは変化するため、S クラス扱いとなるが、 特別使用者を選択するために PG は必要としない。2006年12月現在、使用できる特別使用者は以下の8車種。インはチューン度のみ。複数台のコンピューターカーと対戦できるモード。難易度は通常レベル1から10まである。レベル10をクリアすると、クリアしたコースのみ、11、12と順次レベルを上げることができる。ノーマルレースのワンメイク版。 一人プレイ時のみ選択可能。前作同様、ゴーストと呼ばれる全国のプレイヤーの走行データとタイムを競い合うモード。一人プレイ時のみ選択可能。ネットエントリーキーを使うことでネットランキングに自動参加できる。ネットエントリーキーを使用しない場合、直前にその筐体でキーを使用せずにプレイされた記録の中から同クラスの車種のゴーストと競うことになる。 チューンドにて追加、ゴーストと勝負を行い、ドリフトポイントを競うモード。このモードは速さの指標である、タイムや順位は評価の対象にならず、コーナーの指定されたライン上にて、深いアングルのドリフトを持続させ、いかにドリフトポイントを稼ぐかが勝負である。ドリフトポイントは、コースの特定の区間でのみ計測される。最初の頃は走行コースは、中級の3コースと、 ドキュービーの K4 コースしか選べなかったが、アップデートによりコースが追加され、6種類のコースで走れるようになった。最大4人まで対戦可能なマルチプレイ専用モード。レースモード、バトルモード選択時にハザードボタンを押せば、ノーマルレース時にかかる先行者、後続者間のハンデがかからない。不定期に開催されるモード。コース、車種、セッティングなどに条件が設けられており、 その条件に合致するネットエントリーキーを使用したプレイでのみ選択できる。一本のネットエントリーキーにつき一度だけ参加でき、その時の記録でランキングが行われる。失敗した際の再挑戦は不可能であるため腕の自信が必要だった。なお、イベントレース開催についての詳細はバトルギア4の公式サイトに掲載される。2008年のバトギナツの人。 の終了をもって、すべてのイベントレースの開催を終了した。登場するコースは、バトルギア4の稼働開始当初は、たったの5コースだったが、バトルギア4チューンドになってからアップデートを、重ねバトルギア3のコースも次々と復活し、最終的に以下の24コースとなった。括弧内に、モデルになったと思われる場所を記した。D インのコースは、ドリフトモードあり、 印のコースはチューンドでのみ利用できるコース。携帯電話、またはパソコンからネット接続により、ガレージを作成することでガレージを使用することができる。ネットエントリーキーで作成した車をチューニングするためにはガレージへの登録が必要である。一つのガレージは一つのアカウントと対応しており、初期状態では一ガレージに三台が登録できる。この登録枠は、 BG を使用することで最大60台分まで拡張が可能である。同一ガレージに登録された車は BG を共有しており、BG を獲得した車両と BG を消費する車両は同一である必要はない。また、ガレージエクステンションと呼ばれる有料機能が用意されており、これによりメッセージの作成、オリジナルステッカーの作成、チームの運営、ライバルの募集、 記録の詳細な分析などが可能となる。利用料金は Web マニー、またはネットキャッシュで支払うことができた。2016年8月1日より、ガレージエクステンションは全面無料解禁された。チューニングできるパーツと必要。BEG は以下の通りである。なお、チューンドのみで使用可能なパーツも存在する。段階購入のものは、 初期はレベル1しか購入できず、レベル1を購入すると、レベル2、レベル2を購入すると、レベル3が購入可能というように、順次購入する必要があり、一気に上位パーツを購入することはできない。また本作では、エンジンとパワーアップ系のパーツを最初に購入、装着すると加速性能が大幅にダウンするという弊害が現れる仕様にされており、 適当にパーツを装着しては、マシン性能に何らかの影響を及ぼす恐れがあるため、注意が必要である。足回り系ボディ、駆動系、エンジンマフラー冷却系の順番でチューニングしていくことが望ましい。ブレーキ、制動力アップレベル15万 BG。ブレーキ、制動力アップレベル25万 BG。ブレーキ、制動力アップレベル325万 BG。 スポーツラジアルタイヤ9万 BG。ハイグレードラジアルタイヤ13万 BG。サーキットタイヤハード25万 BG。サーキットタイヤミディアム25万 BG。サーキットタイヤソフト25万 BG。ドリフトタイヤ5万 BG。インチアップワイド化4万 BG。フロントスタビライザーハード。フロントスタビライザースーパーハード各種6万 BG。 フロントスタビライザウルトラハード。リアスタビライザハード。リアスタビライザスーパーハード各種6万 BG。リアスタビライザウルトラハード。ローダウンサス強化ショック5万 BG。ストリート車高調キット15万 BG。レーシング車高調キット30万 BG。ラリー車高調キット35万 BG。ボディレベル18万 BG。ボディレベル22万 BG。 ボディレベル320万 BG。オプションギアボックス各種28万 BG。ロー10万 BG。スーパーロー12万 BG。ハイ12万 BG。スーパーハイ12万 BG。ドライブトレイン強化、レベル110万 BG。ドライブトレイン強化、レベル25万 BG。ドライブトレイン強化、レベル320万 BG。ストリート110万 BG。 ストリート20万 BG。レーシング112万 BG。レーシング22万 BG。ラリー12万 BG。ストリート16万 BG。ストリート26万 BG。レーシング18万 BG。レーシング28万 BG。ラリー8万 BG。ストリート10万 BG。ストリート20万 BG。レーシング112万 BG。レーシング22万 BG。 ラリー12万 BG ストリート18万 BG ストリート28万 BG レーシング111万 BG レーシング21万 BG ラリー11万 BG ストリート1ストリート2レーシング1各種3万 BG レーシング2ラリーなし2万 BG ストリート1十0万 BG ストリート20万 BG レーシング114万 BG。レーシング24万 BG。ラリー14万 BG。ルーフ各種20万 BG。オプションエンジン各種80万 BG。チューニングレベル1十5万 BG。チューニングレベル225万 BG。チューニングレベル340万 BG。チューニングレベル460万 BG。冷却力アップレベル110万 BG。 冷却力アップレベル20万 BG。冷却力アップレベル35万 BG。ストリート6万 BG。スポーツ10万 BG。スポーツ20万 BG。レーシング12万 BG。レーシング22万 BG。チューニングのセッティング枠は、初期は一つしか保存できないが、必要 BG を支払うことで最大6つまで増やすことができる。 セッティング枠の追加に必要な BG は以下の通りである。セッティング枠2つ目10万 BG。セッティング枠3つ目20万 BG。セッティング枠4つ目30万 BG。セッティング枠5つ目40万 BG。セッティング枠6つ目50万 BG。ドレスアップパーツは装備しても車や運転席の見た目が変わるだけであり、走行性能には直接影響しない。 ドレスアップは、セッティング枠やノーマル、チューンドクラスに関係なく、すべてのモードに反映される。装着できるパーツと必要、BG は以下の通りである。外部装飾品のホイールカラー及びリムカラーと、チューニングパーツのインチアップワイド化は、ホイールタイプで標準のホイール以外を装着していないと変更できない。なお、内部装飾系それぞれに、 用意されているパーツの違いは色のみである。1が白地に、青文字、2が黒地に、オレンジ文字、3が白地に、緑文字、4が黒地に、赤文字となっている。水温計1。水温計2。水温計三角種5万 BG。水温計4。油温計1。油温計2。油温計三角種5万 BG。油温計4。油圧計1。 油圧、計2。油圧計3各種4万 BG。油圧計4。タコメーター1。タコメーター2。タコメーター3各種9万 BG。タコメーター4。ブースト計1。ブースト計2。ブースト計3各種6万 BG。ブースト計4。時計1。時計2。時計3各種2万 BG。時計4。 BG4 オリジナルボディカラー各種25万 BG。ブロンズ。ブラック各種18万 BG。ダークブルー。ホワイト。ブルー各種16万 BG。バイオレット。マットフラップ。マットガード各種2万 BG。アクセサリー各種13万 BG。51ストリート。51ラリー。61GT。71レーシング。71ラリー各種16万 BG。 62レーシング、62GT、81プレミアム、12ストリート、161ストリート、51プレミアム、レッド、ブルー、イエロー、シルバー各種4万 BG、ゴールド、ネイビー、ダークシルバー、ありがとうございます。